こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。IT 時代の到来とともに、戦争も電子戦の体を示してきました。それと同時に重量があり、輸送などに手間がかかる戦車はもういらないのではないかという声も大きくなってきたようです。ところが、時代の趨勢と逆行しているかのような動きがあります。陸上自衛隊は2010年から最新鋭の戦車の配備を開始しました。その戦車が以前の旧丸式戦車よりも小型化、軽量化して製作された一丸式戦車なのです。ご存知かと思いますが、銃は銃ではなく一丸と読みます。聞き間違いを防ぐための方法なのです。緊迫した戦場では、たった一文字の聞き間違いが大変な危機を招くこともあるでしょうから。では、10式と90式それぞれのデータを比較してみます。重さですが、90式戦車の重量は約50トンでした。それに対して、10式戦車は 12% も軽量化されたことで、約44トンの重量に抑えられています。また、戦車に搭載する機関の最高出力は1200馬力となっています。90式は1500馬力ですから、低くなったのですが、重量が軽くなったことと、無段階トランスミッションのおかげで時速 70km という高いスピードが出るようになったのです。アメリカ軍の主力戦車である M1 エイブラムス、1980年に正式採用の最高速度が時速約 65km ですから、10式戦車の機動性の凄さがお分かりかと思います。豆知識ですが、このエイブラムスというのは開発した人物の名前でもあり、第二次世界大戦中、ナチスドイツ軍と連合国軍が激戦を繰り広げた有名なバルジの戦いのアメリカ軍の英雄クレイトン・エイブラムス大将に由来しているそうです。再びデータの紹介をします。10式戦車の登場人数は、主砲が自動装填システムとなっているので、90式戦車と同様に3名、操縦室、射撃室、車長となっています。補助の火器もこれまで同様、主砲と同じ軸上に74式射載 7.62mm 機関銃が1丁。砲塔の上部には 12.7mm 重機関銃1丁を装備しています。では、10式戦車が旧式の90式戦車よりも小型化された理由ですが、90式が採用された当時は東西冷戦時代の最中でした。システム開発がスタートしたのは、1979年、昭和54年、旧ソ連のアフガニスタン侵攻の翌年です。この侵攻を理由に、アメリカやイギリスなどがモスクワオリンピックをボイコットしたという、記憶がある方もいらっしゃるでしょう。日本も右歩上で、このオリンピックには参加しませんでした。まさしく、東西の緊張関係が高まった時期でした。言うまでもなく、日本が属していた西側にとっての仮想敵国は旧ソ連だったのですが、この国の戦車に大きく影響されたのではないかと推測されます。当時、旧ソ連は、大口径の 125mm 主砲を装備した T-80 戦車を保有していました。この戦車は重量 4.25 トン、全長が 10m 近くもある大きなものでした。この T-80 に対抗するために、やはり
大型の90式戦車が必要とされたのです。武器に限らず、建物や家具など時代の流行も重厚巨大でしたから、どうしてもその方向に行くのが自然だったのでしょう。しかし現在ではこのような戦車対戦車の戦闘の可能性はほとんどないと思われます。大型でがっちりとした重装甲で重量級の戦車の需要は世界的に見ても減っていく傾向が顕著ですし、日本もその同じ流れに入っているようです。巨大戦車のニーズが減少していることは当然ながら戦車の存在自体にも大きな影響を与えます。日本でも非トロク磁気機動戦闘車に代表されるような小型で足回りに車輪を装備した装輪装甲車が採用されるようになりました。世界的な軍事トレンドを見てみると、正規軍同士が戦車同士で戦闘するというパターンから対テロという局所的な戦闘へと変化していく中で戦車不要論が浮上してきているとも言えるようです。と言ってもそこまで陸上戦力としての戦車を無視することはできないという観点から製造された戦車があります。逆説的と言えそうですが、それがこの10式戦車だと考えることができるのです。10式戦車の特徴の一つとして、高い命中率を実現した主砲の射撃管制技術が挙げられるでしょう。それまでの90式戦車などでは均一で直線的な移動時だけに限定されていた主砲の射撃をもっと高精度にしたもので、直線だけではなく蛇行しながらでも高い命中率を上げるようになりました。これは実戦においてかなり有利な性能でしょう。すでに富士演習場でそのような状況下での射撃を披露していますし、主砲そのものも純国産としては初めての 120mm 滑空砲を採用したので、90式戦車と同等あるいはそれ以上の火力を実現することができました。そして自らが移動しながら射撃できるだけではなく、動く目標に対しても同じように高い命中を誇る画期的な車両に仕上がったのです。こうした優れた性能を実現するために採用されているのが油気圧式のサスペンションです。このおかげで10式戦車の精密な車体コントロールが可能になったのです。走行時のスピードや車体の傾きに対し常に最適な姿勢を保ちながら射撃ができるようになっており、セミアクティブサスペンションとも呼ばれるシステムです。前述のように10式戦車は90式戦車と比較して6トンの軽量化に成功しました。そのサイズダウンがメリットとなって10式は日本国内多くの地域で使えるようになり、運用範囲の拡大にも役立っています。つまり90式戦車はその大きさと重量のせいで運用は北海道だけに限定されていたのですが、10式はそれと比べて汎用性が向上したというわけです。具体的な例を紹介します。日本の橋梁では90式戦車が通過できるのは約 64% でした。しかし10式はそれに 19% プラスして約 84% の橋が通過できるようになったという事実があります。また目的地まで自走以外の輸送方法ですが、90式戦車では車体と砲塔を別々に運ばなければならなかったそうです。しかし10
十式戦車は車体と砲塔を分割せず一体のままでトレーラーに積載して輸送できるようになりました。これはよって自走による離体キャタピラークローラとも部分への負荷や故障を小さくできますし、通行する道路の痛みも軽減できるのではないかと思われます。国内の広い範囲へ十式を展開させることを考えた場合、大きなメリットではないでしょうか。90式戦車と比べて軽量化された10式戦車。車体が弱くなったんじゃないかと心配されそうですが、かといって防御力に問題はありません。近年の技術向上のおかげで、10式には強固な装甲が施されました。防御力も90式より高くなっているのです。砲塔部分や車体側面には付け替え可能な外装式モジュール装甲を採用しているので、万が一損害を受けた場合でも交換できるものとなっています。これは余談ですが、十式戦車の開発者は、この戦車には一応冷暖房も完備していると公表したそうです。戦車という緊迫した場に対応しなければならない搭乗者には負担が多いと思われます。冷暖房完備ということは、搭乗者にも配慮した作りになっている戦車なんですね。近年、IT 技術の向上とともに、電子戦への備えが必要とされるようになってきました。もちろん、十式戦車も、電子機器への対応として C4I システムと呼ばれるネットワークシステムに対応しています。このシステムは歩兵部隊、陸上自衛隊でいうところの普通科部隊と連携できるようにするためのネットワークシステムで、なおかつ偵察や攻撃用のヘリコプターとも情報が共有できるようになっています。この相互リンクによって、幅広い作戦行動や、陸上自衛隊だけではなく、海、空自衛隊との共同作業をも考えた運用も可能になっています。